ジャスティン・マーシャル・ルジアーノは、アメリカ合衆国、テキサス州オースティン出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。2004年の MLB ドラフト25巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名を受け、6月21日に契約。この年は、参加のパイオニアリーグのルーキー級、オグデン・ラプターズで、プロデビュー。46試合に出場して打率、329.7本塁が、 36打点、6盗塁の成績を残した。2005年はまず A 級ベロビーチドジャースでプレーし、71試合に出場して打率。310.9本塁が37打点、16盗塁の成績を残した。フロリダステートリーグのオールスターゲームに選出された。7月5日に A 級ジャクソンビルサンズへ昇格。53試合に出場して打率。 342.6本塁打、29打点、8盗塁の成績を残した。2006年は A 級ジャクソンビルでプレーし、89試合に出場して打率、260.9本塁打、45打点、10盗塁の成績を残した。7月にはサザンリーグのオールスターゲームに南地区代表として選出された。 2011年6月10日2006年7月19日に6月27日に行われたトレードの後日発表選手としてタンパベイデビルレイズへ移籍した移籍後は参加の AA 級モンゴメリービスケッツでプレイし31試合に出場して打率333.4本塁が27打点4盗塁の成績を残した2007年は トリプル A 級ダーラムブルズで127試合に出場し、打率309.20本塁が73打点26盗塁だった。7月にはインターナショナルリーグのオールスターゲームに選出された。9月にはトップス社が選出する8月度月間 MVP に選ばれ、9月19日にデビルレイズとメジャー契約を結んだ。同日のロサンゼルス・エンゼルス戦で、 メジャーデビュー、9回にダイソーとして出場した。この年は7試合に出場し、打率、214.3打点だった。オフの10月には、ベースボールアメリカ市のトリプル A 級オールスターチームに選ばれた。2008年は、開幕をトリプル A 級ダーラムで迎えたが、4月9日に、クリフ・フロイドが故障者リスト入りしたため、メジャーへ昇格。 外野のバックアップとして5試合に出場していたが、4月25日に、マットガーザが、故障者リストから復帰したため、トリプル A 級ダーラムへ降格した。5月2日に、ゲイリー・グローバーが、故障者リスト入りしたため、メジャーへ昇格。同日のボストンレッドソックス戦で大賀として、出場したが、2打数無安打と結果を残せず、5月3日に、トリプル A 級ダーラムへ降格した。 6月4日にカルロスペーニャが故障者リスト入りしたためメジャーへ昇格。昇格後は9試合に出場したが6月24日にトリプル A 級ダーラムへ降格。8月11日にエヴァン・ロン・ゴリアが故障者リスト入りしたため再昇格した。この年は主に外野のバックアップとして45試合に出場して打率。197.2本塁打7打点。 に等類の成績を残した。2009年2月25日に、レイズと1年契約に合意、3月25日にトリプル A 級ダーラムへ移動した。この年のレイズの外野手には、カール・クロフォード、BJ ・アップトン、ゲイブ・グロスがレギュラーを確保しており、バックアップには、ゲイブ・キャプラーが控えているなど昇格できる枠がなく、1年を通してトリプル A 級ダーラムでプレーした。 トリプル A 級ダーラムでは123試合に出場して打率。253.15本塁が72打点、23盗塁の成績を残した。2010年3月3日にレイズと1年契約に合意。3月24日にトリプル A 級ダーラムへ配属され、開幕を迎えた。6月12日にキャプラーが故障者リスト入りしたためメジャーへ昇格。しかし、 出場機会のないまま、6月16日に、トリプル A 級ダーラムへ降格した。結局この年もメジャーでプレーすることができず、トリプル A 級ダーラムでプレー。117試合に出場して打率、287.15本類が、70打点、24盗塁の成績を残した。2011年2月8日に、リーフとなり、2月11日に、 トリプル A 級ダーラムへ降格した。開幕後はトリプル A 級ダーラムでプレーし37試合に出場して打率308.6本塁打30打点11盗塁と活躍5月20日にレイズとメジャー契約を結んだ同日のフロリダマーリンズ戦で3年ぶりのメジャー出場を果たした昇格後はガイアのバックアップとして起用されたが 8月10日に左膝の故障で15日間の故障者リスト入りした。9月1日に復帰したが、主に守備固めとしての起用となり、プレーオフのロースター入りを逃した。この年は46試合に出場して打率、248.4本類が13打点1盗塁の成績を残した。2012年1月24日にリーフとなり、1月30日にタンパベイは、 素晴らしい組織だが自分にとって十分な出場機会があるとは思えないとしてマイナー契約を拒否し FA となった。2012年2月6日にヒューストンアストロズとマイナー契約を結んだ。開幕後はトリプル A 級オクラホマシティレットホークスでプレイし39試合に出場して打率。325.5本塁が29打点5盗塁の成績を残した。 2013年5月12日2012年5月26日にジョブ・デュアン・モラレスとのトレードでマイアミ・マーリンズへ移籍した。移籍後は主に代打として出場していたが、ジャンカルロ・スタントンやエミリオ・ボニファシオラガイアシュの故障が相次いだため、ガイアの先発機会が増加。この年は91試合に出場して打率。313.13本塁打、36打点、14。 投類の成績を残した。2013年は主に中堅守としてメジャーに定着。128試合に出場して打率。222.18本類が50打点、15投類の成績を残した。2013年12月12日にブライアン・ボグセビックとのトレードでシカゴカブスへ移籍した。2014年1月29日に カブスト200万ドルの1年契約で合意した。開幕後はガイアの定位置を獲得できず、バックアップとして起用されていたが、4月24日に左ハムストリングの故障で15日間の故障者リスト入りした。5月26日に復帰。復帰後も定位置をダッシュできないまま、8月27日に左足首の故障で15日間の故障者リスト入りし、 9月2日に60日間の故障者リストへ移動。そのままシーズンを終えた。この年は81試合に出場して打率。281.6本塁が28打点に盗塁の成績を残した。オフの11月3日に故障者リストから外れた。2015年5月20日2014年12月17日にマットブラジストのトレードでシアトルマリナーズへ移籍した。 2015年6月4日にディーフとなり、13日に参加のトリプル A 級タコマレーニアーズへ配属された。2015年8月31日に後日発表選手とのトレードでドジャースへ移籍し、翌9月1日にメジャー契約となり40人枠入り。11月5日に40人枠から外れ、トリプル A 級オクラホマ式ドジャースに降格した。翌6日に FA となった。2015年12月17日にテキサスレンジャーズと1年契約を結んだ。2016年はメジャーの開幕25人枠入りしたが4月9日に DF となり翌10日に参加のトリプル a 級ラウンドロックエクスプレスへ配属された。7月28日に自由契約となった。レンジャーズでは1試合に出場しただけで 4打数1安打1打点を記録したのみだった。守備では、左翼手を守り、無失策、DRS1 を記録した。2016年7月30日に、ニューヨークメッツと契約し、即日で25人枠入りした。8月2日にハムストリングを痛めて、故障者リスト入りした。メッツでは8試合に出場し、打率。350点本類が、6打点。 オプス1.059と打ちまくった。守備は、中堅で6試合で1失策、守備率、938DRS から1を、ライト1試合で無失策、DRS0 という内容だった。レンジャーズとの合算では、9試合で打率33、333.2本塁が、7打点、オプス1.010という成績となる。また、守備は、外野全ポジションで1失策、 守備率、950DRS レーザーマイナス0.7だった。また、マイナーリーグでは47試合で打率、229.7本塁が23打点3盗塁オプス0.745という低調な成績だった。オフの11月4日に FA となった。2017年1月3日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンの開幕は参加のトリプル a 級サクラメントリバーキャッツで迎え、5月6日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月2日にディーフとなった後、4日に FA となった。その後ウェーバーにかけられたが7月25日にジャイアンツとマイナー契約を結んだ。マイナーでは、 例年安定した数字を刻んでいる、スピードパワー、強権を兼ね備えるアスリート、選球眼も比較的優れている。一方、コンタクトが拙なく、三振が多すぎるという明確な弱点があるので、MLB レベルでは、レギュラーとしては頼りないが、外野ならすべてのポジションをスマートにこなせるだけの、守備力と強権を持ち合わせているので、第四の外野手としてなら、生き残れる。 可能性はあると評されていた。ありがとうございます。